カラバフ戦争とイランと、このカラバフという場所が今新たな緊張感が生まれつつあるという、これはイランのこれまでの最大規模の軍事演習だと言われています。むしろイランの不利益につながる、イランは不要になるわけですよ。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内です。長岡セミナー&コーヒー座談会、エネルギー問題と揺らぐ世界のパワーバランス、事前申し込み制30名様限定です。2022年12月3日土曜日13時スタートです。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。こちら新潟県長岡市のセミナー、まもなく、定員となります。新潟長岡近辺の皆様ぜひご参加ください。お近くの皆様お待ちしております。参加費無料となっておりますのでお気軽にご参加ください。どうぞよろしくお願いします。そして本日のテーマはカラバフ戦争とイランということでお話をお届けしたいと思います。何度も越境 3.0 チャンネルで配信してきましたカラバフ、このカラバフという場所、アゼルバイジャン領土内の西の方の領土なんですけれども、カラバフ戦争というのをソ連崩壊直後1992年からずっと行われていて、で停戦したりもう一回再発したりみたいな感じで、なんかちょっと不安定な地域なんですけれども、一旦2020年に停戦協定が結ばれて、アルメニアとアゼルバイジャンの間で停戦協定が結ばれて、一旦落ち着いた状態にはなってるんですよね。で、そのカラバフというところがヨーロッパのエネルギー供給に対してものすごい重要な位置となっている場所なんですけども、これは皆さんご存知の通り、ヨーロッパがロシアからのガスを止められて、新たなガスの供給先としてアゼルバイジャンのバクー油田が非常に注目されていると。で、バクー油田の中にはシャーデニーズ天然ガス田というもう世界最大級なんじゃないかと言われているぐらいの大きな天然ガス田があって、で、そのガスをロシアを迂回してアゼルバイジャン、ジョージア、トルコで、そしてヨーロッパに運んでいくという、そういったガス石油の搬送路ということで、ヨーロッパからは非常にこの大きな期待を持たれていると。で、そこでこの誰も見向きもしなかったカラバフ戦争が、今このウクライナ戦争が始まったことによって、ヨーロッパの首脳たちに非常にこのカラバフというところが注目されていて、今後ヨーロッパへのエネルギー供給として、非常に重要なキーマンになってくるのではないかと、言い換えるとヨーロッパにとっての救世主になるのではないかという場所なんですよね。で、これはヨーロッパに限らず、実は日本にとっても重要な場所であって、日本のエネルギー安全保障上、このアゼルバイジャン、親日国であるアゼルバイジャンからの石油ガス供給というのは、今後深く考えていくテーマなんではないかなと。で、このカラバフという場所が今新たな緊張感が生まれつつあるという、2020年11月に一旦戦争終わったんだけれども、また新たに緊張感が生まれつつあるという、今日はそういったお話になります。このカラバフという場所、そもそも誰がどういう戦争をやってるのかというと、ちょっとおさらいしたいと思うんですけれども、このカラバフという場所をめぐってアゼルバイジャンとアルメニアが対立をしている戦争なんですね。で、アゼルバイジャンをバックアップしているのはトルコ、アルメニアをバックアップしているのはロシア、でロシアとトルコというのはバランスを取りながらも対立をしているという、ちょっと微妙な複雑な関係で、このカラバフ地域に対して今イランがものすごい影響力を強めようとしていると。こちら先月のニュースでご覧になった方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、こちらのニュース、イランが北部で軍事演習開始、アゼルバイジャンを牽制ということで、イランのイスラム革命防衛隊が10月19日イラン北西部のアラス川で1週間にわたる軍事演習を開始したんですよね。これはイランのこれまでの最大規模の軍事演習だと言われています。この軍事演習ではアゼルバイジャンとのこの国境を流れるこのアラス川という大きな川があるんですけど、そのアラス川に浮き橋を施設して、戦車とか歩兵戦闘員のこの川を渡る訓練を実施したと。川を渡ってアゼルバイジャン領土内に入ろうとするような、そういった軍事演習をやっているという、それも結構な大規模で、なんでイランがこんなことやってるかというと、見た目上ね、イランとアゼルバイジャンというのは友好的に見えるんですけど、表向きの見た目上は。でも今その裏側ではものすごい緊張感が高まっていて、このカラバフ戦争においてトルコと同様にアゼルバイジャンをバックアップしているのがイスラエルであって、で、イスラエルとの軍事的な協力関係も高めつつあって、イスラエルとの貿易も高めつつあるという、そういったアゼルバイジャンに対して、牽制をする、威嚇をするという意味合いで、いつでもこのアラス川を渡ってアゼルバイジャンに攻め込むことができるぞみたいな、そういった意図のある軍事演習だったんですね。イスラエルとの戦略的な関係を急速に深めているアゼルバイジャンの存在が今イランにとって大きな脅威となっている。で、そしてこのカラバフという地域はイランにとっても非常に重要な場所。アラス川というのはイランとアゼルバイジャンの国境を流れる川なんですけれども、この辺りでの軍事演習が行われていたんですよね。
この川を渡ってすぐ向こう側というのはもう本当にカラバフ。カラバフにいつでもイランが入り込めるよと。そういうようなメッセージをイランが発したわけです。このカラバフ戦争というのは先ほど言った通り2020年の11月、一旦戦争終わったんですよ。アルメニアとアゼルバイジャンでロシアが仲介をして一応停戦協定が結ばれた。その停戦協定のその合意の内容もまたイランにとっては面白くない。何が面白くないのかこれ後で説明しますけれども、それに加えてその11月に戦争が終わった翌月12月にアゼルバイジャンの首都バクーで戦勝パレードが行われたんですよ。第二次カラバフ戦争でのアゼルバイジャンの勝利を祝うパレード でトルコのエルドアン大統領がその戦勝パレードに参加してとある詩の朗読をしたんですね。でその詩の朗読、エルドアン大統領が朗読したその詩の内容というのがイラン政府をすごい憤慨させていて、イランの注目を集めたという。その詩の内容というのが、アラス川がアゼルバイジャン民族をアゼルバイジャンとイランでこの分断されていることを悲しみを歌ったそのグルスタンという詩なんですけれども、このエルドアン大統領の朗読の中で、まあ、特にイランを怒らせた、憤慨させたこの一節があって、その一節というのが、アラス川を隔てて石と棒で埋め尽くした、私はあなたから分離されることはない、彼らは私たちを無理やり引き離したという、そういった一節がその詩の中にあるんですけど、この一行というのはイランも含めたアゼルバイジャン民族がいつか再統一されることを願うものであって、まあ、もっと端的に言い換えるとアゼルバイジャン民族が住むイラン北西部もそれはアゼルバイジャンの領土であるよと言ってるようなもの、そういった詩の内容なんですよね。これをエルドアン大統領が戦勝パレードで読み上げたと。アゼルバイジャン民族というのは、まあ、もちろんアゼルバイジャンに住んでるんですけど、イランの北西部にももう相当大多数のアゼルバイジャン民族が住んでるんですよ。で、イランの国内で2番目の民族と言われているぐらい、イランにはたくさんのアゼルバイジャン民族が住んでいて、そういった人たちが住んでいるイランの北西部もこれアゼルバイジャンに入るべきですよねと。アゼルバイジャン民族統一されるべきですよねという、まあ、そういったその詩の内容なんですよね。で、このカラバフ戦争をやっているその地理的な位置を確認したいんですけど、まあ、この赤い部分がナゴルノカラバフと言われているところで、まあ、ナゴルノカラバフというのはこれ日本のメディアでナゴルノカラバフとかよく出てきますけど、これ実はこれロシア側の呼び名であって、アゼルバイジャン側の呼び名ではカラバフと呼ばれています。この赤い地域カラバフでアルメニアとアゼルバイジャンの戦闘がずっと行われていて、でそれに介入をしているのがロシア、でそして最近イランも介入していると。で冒頭で話したヨーロッパへの天然ガス供給というのはこのアゼルバイジャンのカスピ海の爆油田から BTC パイプラインというのを通じてアゼルバイジャン、ジョージア、トルコと経由してヨーロッパに運ばれていくという石油天然ガスパイプラインなんですね。ロシアとかイランはもう完璧に迂回されているパイプラインで、ヨーロッパからしてみればエネルギー安全保障上とてもこの重要なヨーロッパのコントロール下に置かれたパイプラインなんですよ。ヨーロッパはこのカラバフという地域の安定性を今非常に求めている。それに対してイランはこの地域の安定性を求めていない。アルメニアとアゼルバイジャンが対立している方がイランにとっては非常に都合がいいんですよね。イランが今回軍事演習を開始したという、まあそういったことの発端になっているアゼルバイジャンとイランのもう一つの争点というのは、カラバフ戦争の停戦合意の一環として決められたザンゲズル回廊という設置をめぐる問題なんですよね。アルメニアとアゼルバイジャンの停戦合意の一環として、アルメニアはアゼルバイジャン本国と、あとそのアゼルバイジャンの飛び地であるナヒチェバン、この地図でいうところのナゴルノカラバフの西側 AZ と書いてあるところがナヒチェバンというところで、ナヒチェバンというのはアゼルバイジャンの飛び地でアゼルバイジャン領土なんですよ。僕もこのナヒチェバンには一度行ったことがあるんですけれども、アゼルバイジャンにとってはもう非常に重要な場所で、飛び地ではあるんだけれども人口の多いトルコやイランとの国境を接している部分なので、アゼルバイジャンにとって貿易物流のハブ的な役割を担う地域でもあるんですね。で、そして大統領の出身地でもあるので、非常に綺麗に街が整備されて、まあ、いろんなインフラなんかも整っている場所なんですけれども、ものすごい綺麗な街です。この飛び地であるナヒチェバンとアゼルバイジャン本土との輸送路の安全を保障すると、そういったことを約束するということが合意の中に含まれてるんですよ。でもそもそもイランはこのザンゲズル回廊の設置はもう好まない。こういった輸送網の効果っていうのはイランの利益には全くならないんですよね。むしろイランの不利益につながる。そういった形でこの地域を越えて現れてくると。このザンゲズル回廊は最終的にはイランを迂回して
トルコと中央アジアを結ぶことになるので、まあ、要はこの地域におけるイランの影響力というのが劇的に低下していくわけですよ。これまでアゼルバイジャンというのはこの飛び地のナシチェバンにどういった形で物資やエネルギーを運んできたかというと、アゼルバイジャンとアルメニアというのは戦争しているので、要はアゼルバイジャンはアルメニアを迂回してイランの領土や領空を通過して全て飛び地のナシチェバンに物資やエネルギーを運んでいるという、まあ、言ってみればアゼルバイジャンはイランに相当大きく依存してきたんですね。物資やエネルギーの輸送路として相当大きくイランに依存してきた。このザンゲゼル回廊の設置によって、まあ、イランは不要になるわけですよ。そしてアゼルバイジャンはこの地域でより強い立場でイランに対抗できるようになる。で、そしてそのアゼルバイジャンにはバックにはイスラエルがついているということで、イランにとってはイスラエルとアゼルバイジャンが関係を強化して、なおかつザンゲゼル回廊が出来上がることで、もうイランは全く不要になる。アゼルバイジャンにとってのイランの重要性というのはなくなるので、イランはこのザンゲゼル回廊の設置はもうそもそも好んでないわけですね。ザンゲゼル回廊の設置というのはアゼルバイジャンとアルメニアの合意の下で計画されているものなので、要はその合意そのものがイランからしてみれば納得がいかないわけですよ。カラバフ戦争を終わらせる意味合いというものがイランにとっては非常にマイナスに作用してくる。こういった状況を受けてイランはこの地域への関与っていうのを今急速に進めていて、アルメニアとイランとのお互いの政府高官のその意見交換みたいなものをもう頻繁にやっているし、まああと具体的に言うと、まあ、例えばイランは先週ザンゲズル回廊の建設予定地であるアルメニアの小さな都市のカバンという都市、そこにイランの領事館を開設すると発表したんですよね。もう本当に小さな田舎町ですよ。小さな田舎町にイランの政府のその領事館を設置するっていうことで発表されていて、まあ、イランがこのアルメニア南部やカラバフ地域への影響力、支配力みたいなものを今急速に高めようとしている。まとめると、このイランという国は今カラバフに対して非常に影響力を強めようとしている。まあ理由は2つあって、イスラエルとアゼルバイジャン急速にもう軍事的にも経済的にも接近しつつあるので、協力関係が結ばれているので、これに対しての牽制というのをイランは行っているわけですよね。イスラエルに対しての脅威、そしてアゼルバイジャンに対しての脅威で、そしてもう一つはこのザンゲズル回廊の設置によってイランというのはこの地域での影響力非常に急速に低下してくる。その影響力を低下させないために、まあ、カラバフへの関与を強めていると。そういったことが行われているので、このカラバフ、今ものすごい重要視されていて、ヨーロッパへのエネルギー供給路としても、まあ、注目されているわけですけれども、そこに対してイランがぐい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 今足を踏み入れているという状態で、まあ、一旦安定しつつあったこのカラバフというのが今後、まあ、緊張感高まっていって不安定になりかねないという、今その一歩手前まで来てるんじゃないかなという、そういう感じだと思います。このカラバフとそして飛び地のナシチェバン、これどちらも僕は行ったことがあって、まあ、現地のことを、まあ、結構よく知ってる方だと思うんですけれども、まあ、僕以上にこのカラバフを知っている人物がいまして、まあ、今夜10時から、まあ、その内容で YouTube ライブをやりたいと思うんですけれども、カラバフと北方領土の研究を続けているアゼルバイジャン人アリベイ・マンマドフさんを呼んで、カラバフ情勢について YouTube ライブを行います。カラバフという場所は日本人にとっても非常に重要視されてくる場所だと思うので、ぜひ皆さんも注目していただきたいと思います。詳しくはこの今夜の YouTube ライブの方でも、ゲストをお招きしてお届けしますので、ぜひ皆さんそちらの方も遊びにいらしてください。 YouTube ライブはアーカイブを残さないので、ぜひライブで聞いていただきたいのと、もしライブを見逃してしまったらメンバーシップに入ると過去のライブアーカイブは全て見られるようになりますので、もしよろしければメンバーシップに入って過去のアーカイブも楽しんでください。で、そしてこのチャンネルではこういった地域、カラバフの地域に関してもたくさんこれまで動画を配信してきました。過去の再生リスト、カラバフ戦争の傷跡と復興というところからぜひ過去の動画もご覧いただければと思います。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。